統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。盛岡競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、6レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、4レースと5レースと、 9レースと12レースの4つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。盛岡競馬、6レースの本命馬から解説していきます。本命馬は3枠3番、ラブベローナです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は60%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで。 本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の52で連帯目安の黄色線を16上回っています一方最低の指数となっているのは1走前の指数の1で黄色線を35下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは4走前の指数の39で本命馬のピーク指数に対して13下回っています最低指数に対しては38上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の37で、本命馬のピーク指数に対して15下回っています。最低指数に対しては、36上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 6 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところは、2走前は紫の丸が1600、1600は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、16で6位です。上がり指数は、28で2位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。レース間隔を見ていきます。今回は、11週間の休み明け叩き2戦目となります。 叩き2層目の上積みを期待できます。以上より本命馬の適性は距離適性とレース感覚が高評価できます。適正面のリスクは低そうです。以上の分析をまとめますと、バとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は。 60%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。名古屋競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、2レースと。 4レースと7レースと8レースと10レースの5つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは6レースと11レースの2つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます名古屋競馬4レースの本命馬から解説していきます本命馬は6枠8番ジナです この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は4。5%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。均等で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、3。走前の指数の4。4で連帯目安の黄色線を24上回っています。一方最低の指数となっているのは？ 一層前の指数の25で、黄色線を5上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、二層前の指数の22で、本命馬のピーク指数に対して、20に下回っています。最低指数に対しては、3下回っています。 この馬の逆転の可能性は低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは4走前の指数の17で本命馬のピーク指数に対して27下回っています最低指数に対しては8下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです以上よりタバとの力関係からは他の有力馬に 逆転の可能性は低そうでリスクは低いです次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1500メートルとなります指数がピークとなっているところは3層前は紫の丸が1000線が適距離ですが1層前の紫の丸今回と同距離の1500で低指数となっています 1500は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは3走前はオレンジの四角が後ろからの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は27でトップです 上がり指数は28でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです開催場適性を見ていきます地方での指数は中央より指数を下げています以上より本命場の適正は展開面が高評価できます一方距離適性と開催場適性がリスクです適正面にはリスクがありそうです以上の分析をまとめますと 他バとの力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面にはリスクがありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 金沢競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、1レースと6レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、3レースと4レースと7レースの3つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。金沢競馬、6レースの本命馬から解説していきます。 本命馬は一枠一番モズマワシゲリですこの馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は45%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力とタバとの力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の60で連帯目安の黄色線を 2。3上回っています。一方最低の指数となっているのは、3。走前の指数の3。7で黄色線を1上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは対抗丸を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5。走前の指数の4。2で本命馬のピーク指数に対して。 18下回っています。最低指数に対しては5上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは2走前の指数の44で、本命馬のピーク指数に対して16下回っています。最低指数に対しては7上回っています。 この馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上より、束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところは 2走前は紫の丸が1700、4走前は紫の丸が1800、1700が適距離ですが、過去1年、1700以下の出走履歴がありません。1400への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、 2走前はオレンジの四角が8番手から4走前はオレンジの四角が5番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は35でトップです上がり指数は44でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうですレース間隔を見ていきます今回は10週間の休み明け初戦になります 鉄砲が効くかどうか、大きなリスクがあります。開催場適性を見ていきます。過去1年地方での出走がありません。地方適性は不明です。以上より、本命馬の適正は展開面が高評価できます。一方、距離適性とレース間隔と開催場適性がリスクです。適正面のリスクは非常に高いです。以上の分析をまとめます。と、束との力関係からは？ 他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面のリスクは非常に高いです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 大井競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは3レースと5レースと12レースの3つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは8レースと10レースと11レースの3つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。大井競馬 三レースの本命馬から解説していきます。本命馬は五枠七番ウインフィエルテです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力とタバとの力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは四層前の指数の63で。 連体目安の黄色線を20上回っています一方最低の指数となっているのは5層前の指数の38で黄色線を6下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2層前の指数の45で 本命馬のピーク指数に対して、十八下回っています。最低指数に対しては、七上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、三走前の指数の四十九で、本命馬のピーク指数に対して、十四下回っています。最低指数に対しては。 11上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1600メートルとなります 指数がピークとなっているところは、1層前は紫の丸が1600、4層前は紫の丸が1400、1600は守備範囲です。展開面を見ていきます。レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、1層前はオレンジの四角が花を切って、4層前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。 逃げ、閃光が良いタイプです。閃光力分析シートへ切り替えます。閃光力は、45で2位です。上がり指数は、28で3位です。まずまずの閃光力で、閃光できそうです。以上より、本命馬の適性は、展開面が高評価できます。適性面に、大きなリスクはなさそうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、 他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面に大きなリスクはなさそうです冒頭この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率は望めそうです推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは8レースと12レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは4レースと6レースの2つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。その競馬場、8レースの本命馬から解説していきます。本命馬は 7枠7番待機クラージュです。この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は4。5%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2。走前の指数の6。3で連帯目安の黄色線を25上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、一層前の指数の35で、黄色線を2下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の59で、本命馬のピーク指数に対して4下回っています。 最低指数に対しては24上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは5走馬への指数の44で本命馬のピーク指数に対して19下回っています最低指数に対しては9上回っていますこの馬に全ての条件が揃えば 逆転の可能性も多少はあります以上より他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1400メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が1860 五月は千八百、千八百六十が適距離ですが、過去一年、千八百以下の出走履歴がありません。千四百への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、二走前はオレンジの四角が六番手から、五月は後ろからの競馬です。 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は37で2位です。上がり指数は45でトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。レース間隔を見ていきます。今回は8週間の休み明けたたき2戦目となります。たたき2層目の上積みを期待できます。以上より本命馬の適性は。 展開面とレース感覚が高評価できます一方距離適性がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。